今選挙が始まってみんな大変やと思う、ね、あの自分が応援してる候補も勝たせたいの、その気持ちわかる。でもいがみ合っていがみ合っても何も生まないんですよ、本当に。だからいがみ合う暇があったら外に出てビラの一枚でも巻いてろって話なんですよ、僕らさ。何になるんですか。だからみんなで協力し合って、でこういう声を上げる場では一緒に手を取り合って声を上げましょうよ。手とかを取り合って選挙が楽しくない、いや俺らが楽しくするんですよ。選挙じゃ世の中を変えられない、いや俺たちが変えるんですよ。決めるのは君、決めるのは君、考えるのは君、考えるのは君、他の誰でもないんですよ、自分なんですよ。皆さんその言葉をよーく覚えててください。じゃあ最後にチューブライクを、安倍晋三は恥を知る、we'll be right back.
最後に心苦しいお願いを皆様にせねばなりません。頑張ってまいりましたが、こうしてアクションをするお金の方がですね、だいぶ心もとないので、本当に適宜だけで、皆さん本当に生活が楽なわけでないことは私も同様ですので、心づけだけで健康ですので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、風邪など召さないように気をつけてお帰りください。どうも本当にありがとうございました。個人戦もそうですが、国会でいろいろ話し合われるだろう悪党との戦い抜きましょう。頑張りましょう。やつの最後ですからね。やつの最後まで頑張りましょう。ありがとうございます。はい、それでは皆さん、今度こそ本当に自動的に開催いたしましょう。ありがとうございました。本当にありがとうございました。あ、反対前でまた原発輸出反対の方もやってます。今今からさっき始まった感じ。こんなところにマイクロフォンだ。